ジョこんにちは。佐藤さん。はい。いよいよ。そうですね。プロ野球開幕決まりましたね。6月19日ね。はい。緊急事態宣言も解除されて。はい。まあ決まりましたけど、まあ野球界にいる人間としては、めっちゃハッピーですよね。はい、いや、本当に、もうやっと野球見られるっていうこの喜びに満ち溢れてます、ね。もうあの解除されて、開幕発表されたら、はい、まあ一応決定みたいな。はい。あの、仕事の電話がバンバン来ますもん、そっから。スケジュール抑えに。そうですよね。来るのに。だって中継もやっぱりどんどん入りますし、そうですね。解説でお願いしますなりますよね。だからもう開幕日もう2本入りましたもんね。おー、すごい。だから3本か。え、開幕の日に3つ仕事するんですか？はい。解説以外にですか？そうですね。だから、情報、朝の情報番組が出たりとか、なるほど。夕方とか、はい。で、試合とか、はい。っていう。いいですね。だからまあ、ハッピーなんですけど、はい、あえてここは厳しめの立場でいきたいです、僕は。おニュースとか、野球解説者の人とか、はい、大体みんな、モルテを上げて喜んでる感じじゃないですか。はい、報道的にはね。いや、もう野球ファンの皆さんももう、やったーみたいな、はい、これで野球見れるぞみたいな、はい、で、なんか戦力はどうで、勝つためにはっていう、うん、シーズンに向けてのコメントをしてる人も多かったりするんですけど、はい、だから多分、メディアに呼ばれると、そこを多分聞かれると思うんで、はい、今から僕が言うことは、はい、多分メディアには求められてないですね、はい、僕のコメントは。あ、そうなんですか。はい。でもですね、はい、だからまたなんかいろんなところで、また逆張りやとか、言う人が多いと思いますけど、うん、はい、でも、あえてここは、まあ言わなくてもいいんですけど、いや大事なんで、はい、あえて、里崎チャンネル、里崎だこと言います。本当に大丈夫なんか !6 月19日開幕して。え、でも、もうそれは大丈夫っていう前提の上で、もう発表してるんじゃないんですか？まあ、そうなんですけど、はい、ラジオでも言ったんですけど、はい、一番の大事なのは、まあ緊急事態宣言、まあ47都道府県で解除されましたけど、はい、新型コロナウイルスがなくなったわけじゃないんですよね。まあ、収束はしてないですよね。はい、そりゃ症状が出なくても感染してる方もいるかもしれないし、うん、まあもちろん症状出た方もいるかもわかんないし、うん、でこれから2時、3時ね、うん、波が来るんちゃうかっていう話もありますし、はい、なんかね、この野球界も開幕みたいな、もう、はい、コロナはさよならみたいな雰囲気が否めないんですよ。うん、ああ、まあ確かに。で、まだ無観客試合っていうのはあるので、まあそうなんですけど、まだ見に行きはしないなっていうのはありますよね。はい、なんですけど、はい、12球団、約1チーム、うん、関係者も入れたら、はい、100人弱の人たちが全国移動しまくるんでしょ、公共機関を使って。まあ確かに。結構移動しますね。移動するじゃないですか。だってね、なんか報道では6連戦したりとか、はい、まあ移動の時間、回数を極力減らすとは言ってるとはいえするんですもんね。はい、しますね。で、まあ現状で言えば、東京、神奈川、埼玉、千葉、はい、で北海道の、うん、県をまたいだ移動はなるべく自粛してくださいねみたいなのはまあまだ続いてるじゃないですか。はい、まあもちろんこれが6月19日までにまあ段階的に解除されていくとは思いますけども、はい、やっぱ一番大事なのは経済も止めちゃいけないし、はい、やっぱり進んでいかなきゃいけないのはもう大前提ですね。はい、で野球界にいる僕としてはやっぱ開幕してくれないと仕事もないし、うん、ってことを考えると開幕してくれてありがたいから、はい、こんな喜ばしいことはないんですよ。うん、でもですね、用心して進んでいかないとまた途中で試合中止とかシーズン中断っていうこともなりかねないし、はい、プロ野球選手がクラスターになったってなっていくと、うん、野球界にとってはかなりのマイナスイメージになるじゃないですか。で、そうなってくると、まあ僕もそうだし、赤間さんもそうだし、はい、野球関係者で皆さんもそうですけど、野球ファンにとったら、うん、やったー開幕みたいな。いや、その気持ちですよ、もう。はい、じゃないですか、はい。行きたいですよね、うん。それは僕もそうなんですよ。はい、でもですね、野球ファンじゃない人、野球に関心ない人、うん、国民的には大半いるわけですよね。はい、その人たちは、え？大丈夫だ？うちの県とか、うちの市内来て、クラスターとかなったりしないよねっていう不安があるっすね。まあ確かに、全国大移動しますからね、うん、選手たちは。だから僕らで言うと、じゃあ、まあライブハウスとか行くことないですけど、はい、大丈夫なのかな？もう再開しても、できるのかな？とか、はい、っていうのがあるじゃないですか。心配になったりとか。はい、だからその、自分の興味がないこととか関心ないことに関してはやっぱり大丈夫かなって思う人が一定多数いることは事実なんですよね。そうですね。で、そうなっていくと、うん、やっぱりこの安心安全を担保して進んでいかなきゃいけないと思うんですよ。はい、だから僕で、まあ、野球界でもね、阪神の藤浪含め選手とか、うん、はい、解説者でも梨田さんとか片岡さんとかも、うん、コロナに感染しましたけど、うん、野球界の人間が感染しないっていう保証もないじゃないですか。もう事実としてあるし。はい、そうですね。うん、で、これは、まあ、多くの感染した皆さんもそうだと思うんですけど、どんなに予防しても、するときはすると思うんですよ。
そうですね、どんなに家にいてもちょっとスーパーに行った時に感染する可能性だってありますし、うん、そうです、なんか病院とかで言うとなんか指紋認証で感染したっていう事例もあるらしいんですよね、はい、あ、ここで移ってちょっと触っちゃったりとか、はい、そうでして移ったっていうのも報告されてる事例もあるらしいんですよね、はいはい、でなった時にどんなに予防してもどんなに気をつけても、うん、まあ感染してしまうのが多分ウイルスじゃないですか、うんうん、だから僕は、はい、このコロナに感染するのが悪いとは思わないんですよ。感染することは仕方ない悪いことじゃないんですけど、そっから広げないようにすることは大事じゃないですか。そうですね。でもだと今からどういう対策していけばいいんですかね。だからまあこれからね、あのいろんな委員会とか、はい、なんか政府のそのコロナ対策委員会に入ってる人が、うん、NPB とかのコロナ対策委員会にも入ってる人がいるらしいんですよね、はい、だからそこは情報共有はしてるみたいなんですけど、うん、だからまあ海外の事例で言うとっすよ、はい、今ドイツのブンデスリーガー、サッカーですね、はい、のコロナ対策はですね、ゲームに関わる各クラブの選手、コーチ、スタッフ、はい、トレーナーが試合1週間前、うん、そして試合前日までに2回の PCR 検査を受けるんですよ。ああ、そんなに受けるんだ、はい、で選手、トレーナーらとプライベート環境で過ごす家族などに対しても、シーズン開始前に1回、そして残りのシーズンのほぼ半分を消化した時期に1回のタイミングで自発的に PCR テストを受けることを指示している、家族にも、はい、まあ極端に説明すると選手の家族などにも PCR 検査を推奨し、うん、公共交通機関の利用自粛や不要不急の外出を控えるように行動制限を設けられているんです、はい、家族にもですよ、うん、で試合は無観客試合開催して、運営にあたってはまあ、3つのゾーン、まあ、1つはピッチで、もう1つがスタンド、はい、でゾーン3がスタジアム外観、だからやっぱピッチは選手とかコーチとか審判とかボールボーイとか、はい、あとはあのスタンドはあのセキュリティとかオペレーター、メディカルのだから、はい、映像放送する人たちですよね、うん、で外観はサポーターの侵入を防ぐセキュリティなどスタジアム外の仕事に従事する者が活動するエリア、はい、だから原則として各ゾーン、だから3ゾーンですね、100人以内で運営して、はい、だから300人でゲームを運営する。ああ、じゃあその1試合に関わる人が300人がいるってことですね、うん、だからそれ以上なんないようにっていう、なんない、あ、なるほど、300人抑えるっていうことですね、はいはい、でしかもコーチングスタッフなど選手、うん、PCR 検査を義務付けて、はい、健康状態をチェックした上で問題が起きれば隔離で、ブンデスリーガーをこれだけやると政府に話して許可を受けてやってるんですよ、はい、ってなったら安心安全じゃないですか。まあ、それだけ検査を受けてってなってくると結構安心感はしますね、うん、でしかももし症状がなくても感染してたらもう隔離されるわけじゃないですか、はい、でそれによってそのチームに蔓延しないように、はい、対戦相手にもしくは審判など関係者に蔓延しないように対策してこうリーグを進めていきますよってなると、これぐらいアダムされたら安心感ですね、はい、ありますね。多分やってる選手たちも関係者もで周りのサッカーファンもサッカーファンじゃない人にもこれだけ役に立つ、はい、安心感ですね。ありますね。で、メジャー。お、そうですね、メジャー。まあ、ESPN やニューヨークポストなど複数の米メディアが、まあ、5月日本時間17日に一部情報を伝えているのが、選手や試合に出場しないチーム関係者は最低でも 1.8 メートル離れて、球場のスタンドに着席。だから国家斉唱も同様。だから要はベンチに、だからベンチにはいないんです。だから、はい、控えの選手はスタンドっす。スタンド。おお、だいぶ離れたところに。だから無観客だから。はい。だからグラウンドレベルにいないんですよ ね、うん、ハイタッチ、グータッチ、ハグなどは禁止、はい、唾を吐くこと、紙タバコの使用、ひまわりの種を噛むことも同様に禁止、うん、だからロッテとかだとガムとか多分禁止なんですよね、うんうん、試合後、球場内でのシャワーの利用は自粛、うん、遠征時の移動でタクシーや配車サービスの使用禁止。え、なんでタクシーも禁止なの？だからそこにもし感染者が乗ってたら、もし物人感染したりとか、もし運転手の人が感染してたらする可能性が密室だからね、はい、じゃあ自家用車しかダメってことですか？自家用車か球団が用意する交通、バスとかね、はい、はあ、はあ、なるほど。でまた3グループの枠組みを作り、選手や医療スタッフなどの関係者、はい、その他の従業員、球団スタッフらは約100人を定期的にウイルス検査を行います。で、清掃員やグランドキーパーが第3グループなんですけど、はい、選手については自宅から球場へ向かう前など1日に複数回体温を測り、うん、球場スタッフを含めて週に複数のウイルス検査を行う、うん、家族も同様に行われる、はい、週に複数のウイルス検査って結構な回数ですね。そうです、はい、で検査の結果で陽性が出た場合はすぐに隔離される、はい、ただし遠征時については明記されていない、うん、だからまあホームゲームの時が明記ですね、はい、
で復帰には隔離後の検査で2度陰性の結果を求められ、うん、無症状であることと医療関係者の承認が必要となると、はい、選手は球場のフィールド以外でマスクを着用、うん、遠征先でレストランへ食事に出かけることは許可されないっていうことをするわけですよね、はい、要は細かく定めてますね。そうなってくると、うん、まあ、やっぱ感染しても広がらないようにするのに週に複数のウイルス検査、はい、だからまあ PCR 検査とか抗体検査、はい、抗原検査とかも含まれてると思うんですけど、はい、アナウンスできたら安心ですよね。だ日本もそれぐらいやればできるってことですよね。でも今の日本の医療を考えればそんな簡単に PCR 検査週2回プロ野球選手だけができないですよね、うん、そうですね。今だって検査でき、ね、できないっていう声もあったぐらいですからね。そうそうそう。でなんか日本の政府で言うと、うん、なんか少なくしていこうみたいな方針でもあるし、はい、まあ、医療崩壊しても困るし、はい、いろんな理由があるとはいえ、うん、じゃないですか、はい、ってなった時にそのいわば隠れ感染者ですよねが出てくると怖いですよね、はい、でなんか いろんなテレビのコメンテーターの人とかそのウイルス研究所の人とかが言ってるのも、うん、スポーツハードスポーツをすると免疫力が下がっていくらしいですよね、はい、へえ。そりゃそうですよね。だってた下がっていくんですか。免疫力が低下するんですよ。それだって疲れていくじゃないですか。あ、運動するとそっか。だってもしマラソン走ってですよ、はい、免疫力上がらないですよね。そうか、なんか体力がついて免疫力上がるイメージですね。でも疲労になる、疲労じゃないですか。そっか。あ、だから、はい、激しい運動をすると免疫力は低下していくだけです、うん、はい、っていうことは、うん、スポーツ選手っていうのはいくら強靭な体力があれ、はい、することによって免疫力が低下するじゃないですか、はい、だからそこの、うん、僕は感染するのは仕方ないと思うんですけど、うん、感染を広げないようにするアナウンスが僕は絶対必要だと思うんですよ、うん、だからこういうそのじゃあもう開催されてね、ブンデスリーガとか、はい、まあ、7月に開催予定のメジャーリーグとかと、はい、どこまで差を埋めて、うん、この感染予防を対策を、うん、NPB がその世の中に、野球ファンもそうですし、はい、野球関係ない、野球興味ない人の、うん、にもアナウンスできるかが僕は勝負だと思うんですよ。まあ、ちなみに、はい、NPB は専門家チームからは、選手やスタッフの事前検査を強く提言されてるみたいなんですよね。だから PCR 検査、抗原抗体検査、うん、まあ、方式や時期や場所などを検討してるらしいんですよね、はい、でまあコミッショナーはやりたいとは思っていると一生懸命検討していると話したらしいんですけど、はい、だから要は専門家チームからはそれはブンデスとかメジャーのようにやっていかないとっていうのを言われてるらしいんですけど、うん、多分どう考えてもやった方がいいですよね。そうですね、はい、だからそれをできるだけの対応をできるかどうかがまあ、注目されますよね。そうですね。まだ開幕までちょっと時間ありますから、そういうところを詰めていけば、うん、だってウイルスとか特効薬が開発されて、はい、日本国民少なくても、はい、あの広がっていかない限りは、うん、このコロナと付き合っていくしかないわけじゃないですか、はい、でコロナはなくならないんで、はい、で夏感染がなんかこう低下するみたいなこと言ってる人いますけど、うん、低下するだけで、だって新型インフルエンザも夏もかかってましたもん。あ、そうでしたっけ。だからそこの感染拡大、だから僕もそうですけど感染したくもないし、うん、感染させたくもないですよね。いや、させたくないですよ、ね、でさせられたくもないですね、うん、だからそこをやっぱそのなったらなったって僕は仕方ないと思うんですけど、うん、それ広げないようにこうやってボンデスとかメジャーリーグのやってることにどこまで近づけて対策、うん、対応、危機管理取れるかどうかが問われてるんで、なんか開幕ありきで、よっしゃ開幕行こうぜって言って行くのは、はい、いや僕もそれ行きたいですけど、そうですね、冷静に考えると、うん、いやいや綱渡り大丈夫みたいな、まあ、もちろん 何も起こらなくてね、はい、スムーズに11月21日かな、うん、日本シリーズが、はい、に向けて何も起こらなく平和に行けば、はい、行くに越したことないし、そうですね、多分まあ最初の観客試合なんでファンの皆さんはもう自宅で、うん、なんか中継とかを通して見るので、うん、まあ、そこで観戦するってことはないとは思うんですけど、うん、ただそういうその野球がクラスターになっちゃう可能性もあるっていうことで、選手が感染したら終わりなんで、うん、そうですね、もしくはスタッフ関係者が感染したら終わりじゃないですか、うん、はい、でしかも症状出たらまだいいですけど、うん、出なかった満員延して実際測ったらチーム20人ぐらい感染したら普通にあり得るんで、そうなったらもう中止じゃないですか、はい、そこが怖いですよね。だからまあその嬉しい気持ちはもちろんあると思うんで、嬉しいんですけど今後どういう対策を NPP がしていくのかっていうのは注目ですね。見ていかないといけないですね。そうですね、どこまで、だからまあ僕も多分解説として球場1個であると思うんですけど、はい、多分ですけどグラウンド降りないですね。あ、じゃあなかなか取材行かないですね僕は。できないですね。で行って、はい、移されたくもないし、うん、移しても嫌じゃないですか、はい、万が一ね、無症状でかかってたかも分かんないし、はい、だからそういう危険性がある行為は、うん、
無理にしたくないです。危ないですよ、ね、お互いが。じゃあまあ練習とかは、何ですか、ちょっと離れたスタンドとか、うん、そうですね、とか解説席とかで見てっていう、うん、はい、だからグラウンドレベルまで行ってまでは、お互いに迷惑かかると思うんですよ。まあ、球団ももしかしたらもう規制するかもしれないですよね、そこは。そうですね。うん、もう記者とかアナウンサーとかそういう人たちも、もう入らないでくださいって、うん、ね、なりそうですけどね。だって解説者でもゲームなってるんで、はい、なってる人がいるんで、はい、だからそのならないっていう保証もないじゃないですか。はい、もし僕がね、球団社長だったら、チームとしてもまあ必要最低限やっていかなきゃいけないわけじゃないですか。でもやるとしたら、遠征、監督、コーチ、スタッフ全員外出禁止ですね。もう部屋の中にずっといろと。そうですね、ホテルからの外出禁止、部屋で複数人で集まることも禁止、うん、で食事は部屋に配膳、あールームサービス的な感じで、はい、もうだって、まあ、通常だとね、ホテルのホールでビュッフェですね、はい、無理ですよね。無理ですね。順番に食事取りましょうって、はい、そんなの何十人もいるのに、順番に行ってても何時間かかんねんですよね。まあさっきメジャーでもありましたけど、それはもう球場内の浴場、浴槽施設はもう使用禁止ですよね。だからこの前、ね、前回の密の動画でやりましたけど、はい、あの、袴さんが言ったように、あのもう拭くやつ。はい。で、対応ですね。でもシャワー禁止ですね、球場内では。で、ベンチはもうスタンドですね。はい、でも代打って、いきなり代打ってなった時、スタンドから、スタンドのもう、スタンドの通路のところで素振りしとけばいいんじゃないですかって。別にできるじゃないですか。あ、そうか、まあ、ベンチまですぐですもんね。だからベンチまでの動線がいりますね。だからそのグラウンドに降りる動線が、フィールドウィングシートぐらいから行くのか、はい。だどっからグラウンドレベルに行ける動線を作るかが問題ですね。待機場所もそんなに遠いとね。だからまあ、スタンドが多分、スタンド行かなきゃ、ベンチなんて密なんで。はい。だから神宮東京ドーム、めちゃくちゃ狭いですからね。横浜スタジアム。そうですか。だいたい、あの、昔からある球場ってベンチめっちゃ狭いです。もうすぐ、だって横に、だってそんなやつ座れないですからね、全員。そうですね。で、あの、ヤフオクドームとか、だからペイペイドームか、はい、っていうのもベンチそんな広くないし。あ、そうなんですか。はい、だから別に、座れますよ、全員。はい。でも、その、1.8 メートル、約2メートル開けて座ろうと思ったら座れないですよ、ね、あ、でもそれ2メートル開けて座れる球場なさそうじゃないですか。ないです。だからスタンドっすよ。一番広い球場どこですか、ベンチが。今だとマリンじゃないですか。ああ、そうなんですか。で、後ろに座ったら球場見えないです。ちょっと掘ってあるんで、はい、だから広島とかも広いと思うんですけど、はい、後ろに座ると見えないですよ、グラウンドが。あ、なるほど。で、みんな見たいからこう手すりにこうやって乗り出して見てますもんね。楽天の仙台の球場だって多分無理ですよ、はい、後ろだとあんまり見えないですね。ああ、でしかも席を開けていったら全員座れなくて、はい、スタンドです。全然座れないです。最低でも無観客でやってる間は、はい、もう 全球団外出禁止にした方がいいですよ、うん、万が一ね、だって夜の街とかで回ってきてもね、はい、遊ぶのとかそんなのよりもシーズンを周りに迷惑かけないで全うすることが大事じゃないですか。そうですね。だから選手自身の自覚も問われますよね、うん、だからもう常にタクシーとか使っちゃダメですよね。メジャーでそう言ってるんですからね。はい、いやでも本当に細かいところまでルール作っていかないと。そうそうそう、どこでもらってくるのかも。だからもう常に球団がバスを用意して、はい、全員一緒に行動していくしかないですね。そうですね。でも一緒に行動するがあまり誰かがなったら終わりですね。うん、そうです。だからそこを、ね、うん、検査できないところが怖いですね、日本は。いやでもこれから NPB がどう対策していくか。そうなんですよね。だからそこは注目してみておきたいですけど、はい、あのまあ、野球関係者としてはホッとしてる部分もあるんですよ。始まるなっていう。よかったってなりますよね。ああ、うん、もちろんそれはあるんですけど、はい、その裏ではちゃんと対策立てないと野球界イメージ悪くなっちゃうから大丈夫なの、そこちゃんとやった方がいいよっていう思いもあるんで、はい、まあ、そこらはまだね、あと3週間あるんで、はい、まあ、しっかりとした対応対策を、まあ、出してくれると思うんでね、はい、まあ、期待しながら開幕まで待ちたいですね。はい、はい。